負けって言ってなかったあなたの役職頭はかみ人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方はお願いしま出す。てください。占いで出られますか？僕、占い出ますか？じゃあ、じゃあお願いします。まあ、もし、一番さんは発言順が1、2番とかだったら、私が出ますね。ああ、じゃあ、広範囲ってことですかね。はい。夜。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番占い師です。4番さんにランダムシロです。お願いいたします。そうですね、進行論としてはまあ安定なんです。安定な進行論しかできないんですけど、とりあえずあれなんだっけ、霊能者さんが2人出た場合は釣り切りで、で、そうだな、あとまあ2、1番面とかだったらグレーズリーっていう感じですね。とりあえず皆さんの発言を聞いてみないと、グレーラインとかもよく見えてこないからわかんないんですけど、そうですね、騎士さん、まあ、霊能者さんは全然出てきていただいてもいいんですけど、騎士さんはどうだろう。私、騎士さんの PP あんまり期待できてないんで、だったらまあもっと黒白残る霊能者さんが残っていてほしいなって気持ちがあるんで、だったら騎士さん出てきていただいても、私は1日目から1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。5番さん白、5番さん白です。占い師ランダムで5番さん白です。9番さんは人外なのですが、強人なのか狼なのかまだ分かりません。まあちょっと私と違う視点かなって思うのは、盤面の話は、まあ、結局役の進行っていうのは盤面次第なので、2周目に言います。1周目のうちから役の進行言っても仕方ないのかなと思うので、盤面が固まってから役の指示とか役にこうしてほしいっていうのは言おうと思います。で、占い精査、グレー精査っていうのがすごく大事で、霊能精査よりも占い精査、グレー精査の方が大事だと思っているので、話の優先順位をしっかりつけて話すことが大事だと思ってます。私もそうしようと思うし、皆さんもそうしていただけると、苦労を見つけやすいのでよろしくお願いします。以上です。2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営です。まあ、この、ね、最初の2人でね、あの占い師が出るとは思っていませんでした。まあ今のところはね、どっちも色落ちしないのでね、フラットに見てます。んー、まあ占い師のね、1番さんと9番さんだけの違いはね、んー、まあ個人個人の意見かなって、そこで黒白つけることはないかなって感じですかね。まあ今回は9番さんはかっこいい、9番さんがね、ローが強人だった場合、まあ、ローだと場合はかっこいいなのかなって感じで、1番さんはね、まあ、どこでも打てる位置でもあるかなっていう感じで、まあ、まあ、2周目の2人の意見聞いて、まあ、どっちが精査、まあ、占い師ですしっかりしていきたいかなって感じですかね。4の強人も追ってないから見せとか言われるのかな。まあ、どうなるかね、決まって、結構、まあ、目変わってくると思うんですけど、まあ、2周目頑張っていきたいと思います。わけわかんねえ。偽塗りされるかも。プレイヤーが発言します。はい、霊能でしたってとこで。まあいいや、1周目から出ますね。キューバーさんが真に見てるじゃないけど、キューバーさんが出てって言ったら、キューバーさんが真があるなら1周目に出ようかなと思ってます。グレーに触れついて触れると、2番さんに関してはごめんなさい、デフォクロなんかな。2番さんっていうのは9も1もフラットって見て、なんで1、9は囲いはあって1の囲いはないのかなと思いました。これって強人村があるから全然、9番さんもかっこいいもあるしかっこいいもないかもしれない。1番さんと9番さんってそこまでさ、後から出たから手差はないのかなと思って、ね、2番さんの精査はちょっと黒く思いましたかね。まあ、今の辺ですけどね。はい。で、9番さんに関しては、騎士出てって言ったけど、それは盤面次第じゃないと思いました。確かに俺も騎士出た方がいいとは思うけどね。って、まあ、91の、色は全然わかんないんですけど、2番さんはちょっと引っかかりましたっていうところですか、ね。はい、出ていいですよ、じゃあ4番さんに回します。4番のプレイヤーが発言します。
そうっすね。3番さんが霊能で1、9対抗で、キューバが僕に白で 1が5に白ってことは分かりました。そうっすね。白9割が大変ですけど、今日は 6、7、8が対抗じゃなかったら、ブレーズになるかなと僕も思ってますね。はい。そうっすね。2番さんに関しても、9の角があるけど1の角がないんかなと僕も若干思いました。まあ、便乗する形ですいませんということでね。そうですね、3番さんの対抗が出なかったら、ね、そうですね、3番さんの考察すごい大事になってくるんかなと思ってますね、利用者さんなんで、はい。棋士の方はこの場合僕出ても出んでも僕はいいタイプなんでね、あのセンスで任せますって感じなんですけど、はい。1級の星座か。僕、新級やと思ってるんですけどね、こんなトップバッターに狼の占い師が出てくるのかなと思ってます。でも特に1級の精査はないんで、今のところ色落ちないんで2周目かなと思ってます。自分の形のマックスのプレイヤーが発言します。おはようございます。ラベト陣営です。1番さん白出しありがとうございます。さっき4番さんが新境かなっていうふうに思って言ってたんですけど、自分は全然振動で回れるかなというふうに思います。その視点4番さんちょっと自分黒くなっちゃうかなというふうに思います。まあ、この時点で黒塗りはちょっと早いのかなというふうに思うけど、振動も全然ありえるんじゃないかなというふうに思います。だと、まあ、あと気になる発言は、3番さんに関しては2番さんめっちゃ叩いてるねっていう感じがしますね、正直。2番さんめっちゃ3番さんに嫌われてるのかなという印象に思いますけど、で、まあ、1級の精査についてはまあ2周目かなというふうに思います。でもただ単に気になった発言は4番さんのそこぐらいかなというふうに思います。まあ、別にそれでめちゃめちゃ黒くなるわけでもないので、ただ単にそこが少し引っかかったかなというふうに思いました。6番のプレイヤーが発言します。あ、はい、村人陣営仕様特にありません。ちょっとね、3番さんと5番さんね、ちょっとマイクが遠くてね、ちょっと耳をこうやってね、かざさないと本当聞こえないぐらいなんですよ、3番さんとか。うん、まあ、5番さんまでいい方だけど、うん、だからあんまり発言っていうのはね、うん、スムーズに入ってこなかったの。うん、まあでも大体言ってることは分かったけど、うん、3ってそんなに2を耐えてないでしょ、だって、はい、5番さん。うん、だって9、だってさ、2番さん目線9中フラットなんでしょ。まあ3番さん見てくれたけどね、うん、9が囲い、94囲いがあるんじゃないかって、うん、確かに俺も気になった。うん。なんでと思った。じゃあ1を比べたときは、いや5はないんじゃないかって。9番が囲いあるんじゃないかって。うん。まだ4の発言も聞いてないよね。うん。だから3っていうのはそこは気になった。でも、それは叩いたふうにはなんないでしょ。叩きすぎじゃないとか、うん。ちょっとね、便乗じゃない ?5 番さん。うん。それはちょっと。うん。過剰か。で、4番さん気になったのは、6、7、8で対抗出なかったら、まあ、例の確定ですねって言うけど、5番さんの、役なしっていうのがなんで分かったんですか。はい、以上。7番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。霊能です。ということでね、3番さんが霊能で対抗出たので、もう出るしかないなと思って出ました。で、3番さん陣が確定ですね。まあでも、霊能っていうのは2人出たらもう絶対的に釣り切りなんですよ。なのでここで人狼として釣り切られに来るっていうのはないと思ってるんで、3番さん今のところね、今のところ強人だと見てます。ということで、9番さんが占い師で4番さんに白出し、1番さんが、占い師で5番さんに白出し。ということで、3番さんを強人と見た場合、91に1人狼いるんですけれども、うん、1番さんに関して、優先順位でしっかり、精査してほしいってこと、ところは結構私と、思考側に似てるなと思ったので、そこは、いいなと思いました。でもそれだからといって白いとは思いません、思わないっていうか白気はしないけど、まあ、9番さんに関しては、進行度なんですけど、グレーと2周目触れていきます。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番村人陣営でございます。現状ね、あの例の 2-2 場面でどっちから釣ろうって考えたときに、俺7番さんかなって思ってます。7番さんっていうのは3番さんのことどう見てんのかなっていう発言を残してもいいと思ってるんですけどね。うん、そこの発言がなかったのが気になるっていうところかな。あと占い審議では9番さんがポッて出てきたんですけど、9番さんの位置って俺新境位置だと思うんですけどね、なんで1番さんっていうのは狼を含めたのかなっていうのは思ってますね。狼、9番さんが狼だった場合って絶対相方が出た方が良くないですか。9番さんの位置で結構新、ポッて出てきたのは結構新目高いと思ってるんですけどね。ってところかな。
まだ、でも、七三は釣り切りたいと思っているので、村の人にはグレー考察をしてほしいと思ってますね。はい。ってところ、2周目絶対考察伸ばしますね。はい。グレー1で触れていきます。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。そうですね。1番さんが陣外で、まあ、とりあえずこのターンは37ですよね。例の釣り切りで、3番さんの、まあ、印象としてはどっちだろう。まあ、私の便乗位置で、まあ、棋士に出てほしいって言ってたから、それもそれでちょっと、で、もし人外だったと思って、それを言ったのであったら、なんだろうな、あぶり出しをしているのかなと思えるし、まあ、7番さん、そうだな、8番さんのと、なんか便乗ってなっちゃうけど、まあ、確かに3のことに対してはあんまり触れてなかったし、まあ、正論ちゃ正論を言ってるけど、まあ、よくありきたりな感じの流れを並べてるっていう感じの印象でしたね。まあ、そうだな、今のところ私は7番から、順番的には7番から釣っていきたいけど、なんだろうな、3、まあ、これからの意見も聞いて変わる可能性もあります。1番のプレイヤーが発言します。9番さんって、棋士に出てほしいって言ってませんでしたっけ？棋士あぶり出し、どういうことですかって思いましたけどね。棋士に関してはもう任せます。その方が占い位置、釣り位置に入らないと、思うんだったら、じゃあ入りそうだったら出てほしいですけども、基本的に任せます。グレーで気になったのは8番さんですね。7番さんへの殴りがめちゃくちゃ不当で、7番さんは3番さんどう見てるか言うべきって言ってましたけど、7番さんはめちゃくちゃしっかり発言したと思いますけどね。3番、霊能で出るのは狼では考えづらいから、基本的には3番さん強靭で見るって、時間かけて言ってましたけど、何を聞いてたんだと思いますし、9番の位置だから神明っていうのはめちゃくちゃですね。発言順が1番手の人って発言が少ないからグレーになっちゃうと釣られやすいんですよ。だから、狼で、1番手を引いた場合、占い師出た方がいいっていうのはありますね。それで、9の1だから真っていうのはよくわかんない。8、9ラインであるなと思いましたね。で、そうだな。あとは、2番さんに関しては、9が狼だった場合の相方はないのかなと思いました。理由としては、占い師が最初に出るとは思わなかった、みたいな発言を書店に残してて、まあ、9番さんと2番さんがもし狼だったら打ち合わせしてるはずだから、そういう言葉は素直に出てこないかなと思いましたね。6番さんに関してはちょっと何言ってるか分かんなかったんで、もう一回教えてほしいですね。霊能は投票で示します。2番。のプレイヤーが発言します。はい、2周目入りました。もう棋士出てもいいんじゃないかなっていう場面ではあるかな。で、まあ、今回は例の釣りになってくるんですけど、まあ、どっちもどっちかなって感じかな。うん、まあ、そもそもこのこと嫌いなのかなという感じはあったかな。んで、9番さんが、1番さんもさっき触れてたんだけど、あの3番さんが棋士あぶり出してるって、あなたも言ってるんだから、あなたは棋士あぶり出してないのかなっていうこともあったし、でそこで3番さん、棋士あぶり出してちょっと印象悪いんだったら、7番さん釣りって、先に7番さん釣るっていうのはどうなのかなっていうのは思ったかな。そこを結構9番さん黒いなとは思った。で、1番さんそこにね、触れてたから、結構神明高いなとは思ったかな。まあ、キュートのライン考えたら、まあ、4あり得るのかなっていうところはあったかな。まあ、5番さんは特に色落ちなかったし、まあ、6番さんは結構発言がね、伸びる人なのかなと思ったかな。で、8番さんはね、その位置で、まあ、普通のこと言ってたしね、色落ちはしなかったかなっていうところはではあるかな。まあ、今回は、まあ、7、3、どっちか、まあ、発言で決めるけど、現状7番さんの方が、ちょっとグレー値であるかなっていう感じもあるし、まあ、7番さん、釣ろうかなっていうところはあります。以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、2番さん、7番さん、釣ってくれるのありがたいけど、今日って連能から行くわけでしょ。じゃあ、騎士破り出さなくていいじゃない。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、乗っ取り王なら破り出した方がいいかもしれないけど。2番さんが透かす意味ってあるかな、村を。と思いましたね。ただ1番さんと同じ目線で8番さんっていうのは正直対抗である7番さんを疑ってくれるの嬉しいけど、しっかり7番さん強靭って言ってたから、俺の真の透けてる
まあでもスローでも透けないんか。俺も7番さんのことを強人と見てるからな。まあ残しといてもいいさ。ただ1番さんで一つ、あ、まあ、デフォで言うと、デフォっていうか普通に9番さんはめっちゃ太れなくて結局7釣りかいっていうので普通に怪しいんですけど、1番さんって急にのラインはないって言ったんですけど、2番さん打ち合わせしてたらそんな反応しないよねって言うけど、そういう人、それは違くない？それは違くないと思いました。普通にそういう演技もあるじゃないですかと思った。で、2番さんに関しては6番さん発言伸びてたって言うけど別に伸びてないと思いますけどね。ただ盤面整理して5番さんの、なんて言うんだろう、叩いてないでしょっていうのを整理したのと、そうだね。まあ確かに黒幕は、まあ、どっちでもあるよねっていうのをただ探しただけ、別にどこを黒位置とか上げてないから別に6番さんそんな発言伸びる位置だと思ってないですけど。まあ今日は7番さん帰ってください。1の方が死んだと思ってるけど、ちょっと2が黒いから、1は2が占い値じゃないっていうのはちょっと引っかかったかな。占い値じゃないとか言ってねえよ。ただ6番さんのヘッド買わない。8がちょっとキシンムーブに見えちゃいましたってところです。7番さんから言ってください。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。今日7さん釣り気なんですけど、僕も今のところ発言聞いたけど7番さんなんかなと思ってますね。そうですね。あと1番と9番の占い精査って言ったら、あと1番さんはライン考察してる感じだったんですけど、9番さんがどうしてもライン考察しないので、しかも2番さんの発言でなんか9番さん余計黒くなっちゃったなってイメージがあるから、1番さんちょっと信用気してるかな。占いやったら19に進路を追って、3719、心境。そういうことかなって感じなんですけどね。6番さんに言いたいけど、さっきも6、7、8のどれかに対応できたいけど、5番さん抜けてたねっていうことは、5番さんの入れてなかった僕の失言ですから、すいません、申し訳ないってことで。そうですね、5番さんに関しても1級の心境は、あの時点では心境なんかなって思っただけなんで、ただ、それを思っただけの発言なんで、そこではましく冷水してほしくないかなと思ってますってことですね。8番さんに関しても、9番さんが新目が高い。まず、その順番とかもランダムなんでね、裏のところもランダムなんでね、あんまそこで締め高いっていうのを言うのはちょっとあれなんかな、安易なんかなと思っちゃった。うん。でもね、7番さんね、逆に僕一緒まで新っぽく見えるんですけどね、もう強人っちゃ強人っぽい発言してるんで、どうしようもないですけど。してたか ?7、めちゃくちゃ死んだけど。ね、頑張って発言伸ばさなあかんってことなんで、ね、2周目楽しみにしてるんですけど、このままやったら7番さん釣っていきたいかなと思ってる。うん。で、占い釣り切って、いや、例の釣り切った占い精査、うん、そこら辺が難しいな。今のところは1か9やったら1の方を芯に置いてるかな、9番さん僕に形を出してくれてるけど。ってことでね、5番さんに回します。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、ちょっとこの盤面自分の意見になっちゃうんですけど、もう騎士出ちゃいます。はい、んで、まあ自分が騎士で出た理由としては、ちょっと自分皆さんには伝わりにくいかなというふうに思いますけど、まあ、正直1級どっちが黒いかと言われたら、自分は9番さんの方が新目はないかなというふうに思ってて、で多分9番さんクロス占いするかなというふうに思ったので、この1番さんの白出し先である私が出れば9番さんが私を占う必要がなくなるので、うん、他のところを占って、まあなんか9番さんとかのラインが見えたりするのかなというふうに思ったので、まあちょっと伝わりにくいかもしれませんけど、まあもちろん1番さんの黒も多いますけど、今のところは9の方が黒いかなというふうに思ってます。で、7さんの精査になりますけど、正直7さんは、心境だと思うから、ちょっと、ムラリがないかもしれないけど、正直自分はどっちでもいいかなというふうに思います。だってどうせ多分心境だと思うから、霊能で人狼が出るような、まあ、釣り切りになるから人狼は出ないでしょっていうふうに自分は思うんで、普通に。霊詰めた方がいいですけどね。なんていうんだろう。それ言ったら人外って言われちゃうから、言わない。結果で相手は白でしたみたいなふうになると思うんで、正直どっちでもいいんですけど、まあこれは普通に黒い方を釣った方がいいのかな。まあ7番さんの意見2周目しっかりしてれば3番さんに行くかもしれないし、しっかりしてなければ7番さんに行くかもしれないというところで、ちょっと語彙力なくてすみません。6番のプレイヤーが発言します。釣り切りがルールですね。ルール、はいはいはい。5番さん出る意味あったかな。ああ、まあ乗っ取り懸念も考えたら確かにいいかもしれないけど、まあそれだったらグッチョもやった方がいいんじゃない。別に5番さんと疑われてる存在はなかったけどね。うん。4番さんあれは失言だろうね。はい。もう自分で失言で言っちゃうぐらいだからな。うん。まあ十分調べる価値あると思うけどね。うん。クロス占い、まあ1番さんできるか。で、俺9の芯で切ってるよ。ほぼほぼ。うん。白もらったとしても、今後白もらったとしても9は芯切るよ。うん。もう切ってるから。うん。
だっておかしいじゃん。うん。2周目にもなって、こんだけね、グレーのね、いろんなね、人格を持ってる人がね、8番さんでそうでしょ。まあ、俺に対してもいいんだけどね、精査しても。うん。4番さんとかもあったじゃん。俺が言ったじゃん。うん。にもかかわらず、7さんの審議をしてんの。普通、7さんの審議いらないでしょ。だって、釣り切りなんでしょ。なんで審議してんの。うん。で、9番さんは、それでも3のなんか不当殴り、騎士の炙り出しだっけ。うん。それも不当でしょ。結局そこで終わってんだよ。うん。これ結構芯もないと思ってるよ、キング。うん。こんだけグレー要素だったら、普通グレー、どれかしらフレーでしょ。うん。で、一番最近気になったのは、98ロロ、うん、確かにそれは分かるよ。うん。でも、92がないっていうのはちょっと分からなかった。うん、ただ、9があまりにも芯めないから、自動的に一番最近芯になっちゃうからね。うん、ただ、気になってます、これだけ。はい。で、2番さんは全体的に触れてるけど、内容が薄いわけよ。だからそういうのって結構ね、うん、グレーには触れてるんだけど、うん、スカスカだから、2番さんも情報落ちないってことで、黒を打たれて、ああ、この人黒っぽいなって感じで SH になりかけないから、うん。だから、まあ、今後はね、まあ、本当に気になった部分をもっとね、特化する、そういう考察した方がいいと思うよ。はい。うん、どうかな。はい。あ、いいんだよね。まあ、今日、7-3だよね。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。2周目ですね。うん。5番さん騎士か。普通、もうぶっちゃけこれからさ、意外とあるんだよね、意外と。もう出んなよ、騎士はよ。そうになったら、なんで出たんだよ。出てほしかったんだけどね。自敵だぞ。まあ、ムラスルするかもしれないから、まあまあって感じです。マジでよ。9番さん、最初に思ったんですけど、9番さん1番手で占い出てるじゃないですか。まあ、これは、まあ、おのおのなんですけど、考え方、価値観、それぞれなんで、まあ、自分だったら、真だったら出ないですね、占いなら。人外もしかしたら炙り出すかも。そうだぞ。潜伏しろよ。うん、でも、キューバさんがし、本当に死んで、出るってなったら、出ると思ってたら出るかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっと自分と価値観の違いなんでね。そうだ、潜伏しろよ、マジで。4番さんが言う私の狂人っぽい発言って何だったんでしょう。とりあえず今日は3回ですね。普通に騎士の炙り出しとかも、8番のプレイヤーが発言します。潜伏しろよ、マジで。はい。1周目と変わらず7から行こうかなって思ってます。あ、7番に関しては2周目もうちょっと発言伸ばしてほしいかなって思ってます。俺なんかここまで9に対してヘイトが集まってるのが気になっていて、9の相方ってどこってなるんですけど。じゃあ1番さん9、8で見るんだったら俺占ってくださいよ。うん。俺占ったらどうですか？はい。占ってください、全然。で、俺6番さんに関してはなんか知らんけど1の芯上げしてるなって思ってるんですよね。うん、だから9番さんは6番さんを占ったらどうですか。6番さんって占い値だと思うよ。白老値だと思ってるから。2番に関しては分かんないな。どういうムーブしてんだろう。なんで1番っていうのは2番を弾いたのかよく分かんない。それは6番の指摘通りなんだけど。うん。だから1、2もあると思うし、なんだろう。9の相方ってどこってなってるんですけど、自分目線。1番さん98で見られたら俺占ってくださいよ。いや、4で俺5番さん出る必要なかったと思ってるけど。出んなよ、5番さん自身が出たいって思って出たんだったら別にそこに対しては触れないけど。マジでよ。ただ4番さんって1周目さ、新居で見るっていう目線おかしかったよね。で、2周目になって、霊能で新居で見てんの？めっちゃ矛盾してんじゃん、1周目と2周目。いや、思考の転換はあるやろ、ちょっとわかんないですけど、うん、なんか91だったら9の相方どこってなってるんですけど、自分目線。うん。今日は7からついたいと思ってます。発言伸びての3なんでね。はい。ところでも釣り切れますよ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石。私はただの石。私はただの石。でこの7に集まる7死んでしょ絶対。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください。はい、新目取れずにすみませんでした、ってことなんですけど、自分釣ったってことはもう3番さん釣り切り絶対お願いします。人外なんでね。はい、きつね。まあまあまあ、うん、そっか、わかんないよね、5番さんは。本当に騎士なのかどうかもわかんないって感じ。
1が5、9が4ってことで、まあ、囲いはね、もう方法ってないで、3番がもう強靭と見てるから、すり切りだから。うん、囲いっていうのは、裏面の囲い、人狼同士の囲いは弱いから、クロス占いされたら絶対あれだから、ないと思ってます。頭かっけー。八幡さん、今の発言結構白く感じてしまったわ。めっちゃ釣り押されたけど、私。はい。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方は、どうしますか。私が悪人ですか。五神の四白します。怒りますよ。四白ですか。はい。ああ、そうですね。じゃあ僕結構八黒く塗りますね。いや、もう柔軟に考えてください。私の新上げはいらないので。いや、新上げじゃない。いや、ちょっと負けるかもな。夜。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。おはようございます。純騎士です。5番さん、ナイスです。うん、5番さん、ムラスラですよね。まあ、よかった。まあ、今回7、白。寝てて、ね、一番さんが、四白。ああ。そこだったら、八番さん占うのかなと思ったかな、一番さんは。まあ、今回はね、三、安定の三、決まって、まあ、今度は、うん、まあ、一級どっちかな。まあ、一時の方が、締め高いし、けどね。あ、9が2白出してるのか。そっか。まあ、今回3つって、次も、自分目線9は結構、ロー目置いてて、まあ、3、1ではあるかなって感じかな。まあ、グレー1だったら8番さん結構グレーかなと思ったかな。うん、まあ九八のライン全然考えると思うけどなって思いました。じゃあグレーだよ。3番のプレイヤーが発言します。一番怖いのが5がローで神なし選択でっていうのが一番怖いかな。でも1番さん5白出してるのか。そうだね、ラインとしては5が、神なしの場合って1号しか繋がらないけど、やっぱその線は薄いよな。いや、2騎士なんだ。ごめんね。8騎士だと思ってました。8のムーブが強すぎて、6の黒人ってちょっと結構不当じゃないと思った。16の極太ラインを作るんすかと思ったから。だから1番さんって8番さん占うと思ったんだけど、なんで8番さん占わなかったんですか。1番さんにも8番さんが騎士に見えたんすかと思った、それは。8番さんってこの村で唯一騎士をかばったんですよ。1番さんの占い位置じゃないですか。1番さんっていうのは霊能にとって新規を出ててって、だから8番さんの共鳴はどちらかというと少ないから別に占ってもいいと思うんですけど、まあ、村的には安定進行で折れずりらしいんですけど、そうだな、1番さんの占い位置はちょっと指名が落ちたかなと思いました。ちょっとスキレスさんも考慮しないといけないなと考え始めたところかな。6番さんっていうのは、1周目も2周目と俺と同じことしか言ってないよね。1周目で言ったら2番さんはなんでその囲い見ないのってことも全く一緒だし、2周目に関しては、1は9、2の、なんだっけ、なんでそのラインは見ないのっていうのも全く同じこと言ってたら、なんすかと思ったんですけど、なんすかと思った。いや、でも極太ラインはちょっと考えにくいんですよね。難しいですけど、6番さんはちょっと。4番のプレイヤーが発言します。隠しろわーいってことでね。多分1番さんはウフロスじゃないし、僕を隠しろに置きたかったんですかね。多分。ってなると、6、8がどっちかローおるんかな。んで3番さんが強人か。で、あと8番さんに最後言われたんが、新規を言ってて結局最後新郎会みたいな言われたけど、僕、1周目のあれで、4番目で、7番さんが対抗でまだ出てくるかわからんかったから、あそこで新規を置きしただけなんで、それは申し訳ないと思ってる。その辺は分かってくれたかなと思ったんで喋ってましたってことでね、すいませんってことで。そうですね。まあ今日はとりあえず3番3釣り切りでいいでしょってことなんですけど、地球の精査つけてくるんやったら、9、そんな白いんですかね、よう分からんすけど。って思うんですけどね。
でも1番もそんな白いかって言われたらちょっと分からへんかな。でも2番さんが記事出すってことは5番さんぶら刺すでしょ。ってことは僕1番さん新置くしかないんで、9番さん黒く見えちゃうかなって。なんでって感じですかね。でも相方が6、8のどこにおるかって言ったら難しいかな。これで5番さんがぶら刺するようなすかな。うん。ってことで6、8の精査かって出てくる最後にな。難しい。とりあえずでも今日は3番。地球の占いの精査。難しいな。とりあえず1番さん新かなって僕目線はします。1番さん新置くしかないんでね。9がローで、6、8のどっちかやり方あるのかなって感じですね。まあ、3日目以降頑張っていこうかなと思って、今日はとりあえず3番でお願いしたいと思ってます、僕も。5番のプレイヤーが発言します。自分すらです。2番さんありがとうございました。で、今日はもちろん3番さん釣りしかない。というふうに思います。味方は8番さんなんじゃないかですけど、正直8番さんは9番さんのことかばってたし、で、あの8番になったのが9番さんですかって、なんか、一応、8番さんから9番さんの相方が見えないんじゃないか、今のところ8に、あ、おま、あ、すいません、その途切れてますか。そう、なんか8番さんがあの、の相方がわからないって、すごいそれは人狼なんじゃないかなというふうに、自分はそういうふうに捉えてしまったんですけど、そこで8、9が一番濃いのかなというふうに思ってて、3番さんは1番さんの占い、正直、別に、2も5も残しときたいな。という、まあそこら辺かない。まあ、なので今日は、で、その後、生産なんか占い先とかそこから出していきたいかなというふうに思います。6番。のプレイヤーが発言します。はいはいはい、3番さんにまあ先に解くけど、それは視点がね同じなきゃ結構似てるわけだ。だから先に言われちゃうこともあるし、そこにねプラスアルファになっちゃうから、こういう形だから3番さんにとってはなんだなと思うけど、俺にとっては3番さんにね結構ね助かってるっていうか、助かってるわ、まあある意味違うか。で、盤面的に8黒ね、5でね、まあ5なのとしょうがないよもん、で1、8ロールも見えてきたな、確かに。うん。これで1が8白で囲ってたら俺納得いかないもん、8白なんて。うん。昨日が8黒で見せたよ。だって、まず行くよ。白黒1ってたんだよ。うん。白黒1の使い方間違ってんじゃん。白く塗られて塗られてね。うん。極度に白く塗られて、でもローメも追ってるやつもいるからじゃあ白黒1が生まれんじゃん。うん。全然俺白くないでしょ。じゃあなんで白黒1ってやったんですか。はい、説明お願いします。はい。で、まず、その2つ目ね。はい。1のシーン上げてたんですか。はい。僕は1のシーン上げてやってないですよ。はい。9がね、あんまりまだグレー交差してない。例の審議もね、むちゃくちゃ。うん。だから3に対してとね、だから9の2攻めがね、上がるから、自動的に1が C になるんじゃないでしょうかって。うん。それだけ、なんでじゃあ1の攻めが当たるんですか。じゃあそれ説明お願いしますね。はい。なんで1の攻めで、なんで9の2攻めが応援ないんですか。9、8ローローですか。はい。おかしくないですか、普通に。うん。なんで9の2攻めと応援ないですか。9ってグレーコースしない。じゃあこの人が C なんですか、9が。うん。で、あなた言いましたね、9のラインがないって。え ?9、2、9、4、9、6。あの時点で9、2、9、4、9、6ない理由を教えてください。はい。理由があるはずだよ。この3つの理由言ってください、ね。白黒1、なんで白黒1なのか。俺が。で、なんで1の仕上げだと思ったのか。うん。仕上げしないし。で、なんで9、2、9、4、9、6がないこと。はい。これを説明してください、8番さん。はい。で、できないであれば、8黒って皆さん見せたら分かるでしょ。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。6番さん、狼だなって思ってる。理由は俺狼に仕立て上げることで、6番さんが村人って見せることができるからね。失言だね。うん。勝った。で、例えば自分が村人っていうことを俺は知ってるから、なんでここまで9にヘイト集まるのかなって思っていて、俺は9が死んじゃないかなっていう考察をしただけだよ。別に9をかばってとかじゃないからね。うん。で、俺別に2番さんも単体で黒いっていう発言もしてたし、うん。6番さん話聞いてんのかなって単純に思ってるけど。うん。で、4番さん隠しろね、把握した。で、5番さんはアーマーだったね。うん。よかった。その動きはすごいよかったと思っているけど、村が9、8で思考ロックしてんだったら勝てないと思っている。俺は1、6だと思ってますよ。6が俺に対してなんか黒の石始めたのが若干気になって。いや、黒だから。俺しても6が狼だと思っている。で、6分かんないの、自分で白老1っていうのは。
うん、白く見える人狼のこと白狼って言うんだよ。履き違えてるじゃん、6番さん。大丈夫っすか？白く見えてないでしょ、別に。白くなろうとしてないでしょ。だから、俺は9にこんなヘイト集まってんのが疑問だから、1が真、1が偽なんじゃないかっていう考察をしただけ、ね。なんだろう、ヘイト集まりすぎて。別にいいっすよ、勝手にじゃあ9、8見たら。じゃあなんで1番さん俺占わなかったんすか？それも疑問っすよ。4、4、4に対しての評価集っすか、1番さん。隠し色作って。はい。ってところですけど、まあ村が98で思考ロックするんだったら勝てないと思ってますね。はい、じゃあ1番さん、こう習ったらいいじゃないですか。今日は3から次、はい、占う。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうだな、じゃあ、うーん、私がまずなんで2番さんを占ったかっていうと、2番さんは最初でうちと1級のことをフラットで見てるし、なんか色を全然落とさなかったから、色を見せない人狼なのかなって思って、あとまあ村を透かしたところが印象悪かったし、あと、なんだろうな、だからまあそれでちょっと私は、ちょっと1にすり寄ってる感じがしたから、だから2番さんを占いました。そうですね、まあとりあえず今回は3があれなので、釣り1なので、で、あとそれ以外で4番さんが隠し色でしょう、で、5番さんが村すらで、ナイスって感じで、まあで、そうだな、5番さんの印象もこれ私から言った方がいいのかな、ただの紫だから、でもとりあえず5番さんは次は絶対に占わないし、あとまあ次、ごめん、うちが2週目の時にみんなの印象について触れなかったから、で、それでそのことについて、確かにみんなうち叩いてるってか、すごいグレ、なんか、1番さんの方がまあ確かに新っぽい発言をたくさん残してるから、それで、うちのことの方がまあ黒く見えるっていうのはすごいそれは分かるなって思ってし、本当に村人側には申し訳ないことをしたなって思います。で、まあ、あとまあ本当に私も、もうこれこそもう98って絶対言われちゃうと思うんだけど、私はそうだな、次は6番占うかな。何発言残せばいいんだろう。なん、6番さんはずっと私の芯を切る、占われたくないみたいな発言を1周目で残してるし、次のターンも8番さんのことにしか叩いてないし。1番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん占いました。理由としては初手で、占い心境で見たっていう視点が結局説明がなかったってところと、あと、7釣りからっていう視点がよく分からなかったですね。私3投票したんですけど、4番さんの時点では7番さんの偽要素って何だったんですかね。なんか安易に、なんかみんな7釣ろうとしてるから7行こうとしてるって感じだと思ったのと、あとクロス占いをしない理由が別になかったん で、8番さん自身も4番さん疑ってたでしょ。うん。別に、それで偽見られる意味が全く分かんないですね。まあ、クロス占いしただけ。それ以上でもそれ以下でもないですね。で、4番さんを占わない理由がなかったってことですね。やっぱり9、狼、8、狼で見てますかね。ヘイト集まりすぎてって、どういうことですか？ 9 番さん自身も今言ってたじゃん。1の方が新芽の発言してるって。じゃあ偽芽の人に、じゃあ、偽芽の人にヘイトが集まるのって自然じゃない？だって9番さん偽なんだから。村が優秀なだけでしょ。で、ヘイト集まりすぎてなんだって思いましたね。で、それから、4に隠しろ作って、境界集ですかとか言ってたけど、8番さんって4番さん疑ってなかった？昨日の段階で。なんで隠しろできるって分かってたの？ところと、あと、6番さんは、6番さん目線ほぼほぼ8黒確定。お互い黒ほぼほぼ確定なのに、何ですか ?6 のことを狼だなって思ってる。思ってるって何ですか？ほぼほぼ確定ですけど、3狼追わなかったら。はい、いきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。私はただの石。どっちかもかな。投票が終了しました。どうしようかな。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。結局初日で1番さんを俺に入れた理由ってなんですか。1番さんが9番さんに言ったように、なんて言うんだろう、新芽がないからみんな7に入れたんでしょ。逆に7の新芽ってどこに感じたんですか。
と思ったけど。急に集まる村って優秀なら7に集まる村が優秀なら俺よし、初日でなんで入れたんすかと思った。じゃああなた優秀じゃなくなるよと思ったから。で、6番さんに関しては、助かってるっていうのがちょっと俺、なんか人外に扱われてるかなと思いました。村に対して助かってるってどういうことなんですかね。でも LINE って言ったら9816しかないと思いましたからね。どっちかじゃないですか。いや、どっちでもこんな極太ラインあるんですねと思った。6番さんに関しては2周目に81のラインつなげ、それは無理があるよと思いましたね。8番さんも初日で61クロクロってちょっと見えすぎだと思いましたけど。まあ、ラインとしては8916しかないと思ってますね。はい。まあ、頑張ってくださいとしか言えないけど。ゴロ残すか。何するか。ゴローの地紙を追わないんだったらそれしかないね。追わないでください。追わないでください。それ追っちゃったら勝てないと思って。9816はどっちかじゃないですかね。はい。ってとこですね。6番もどっちも黒要素あって、9も1もどっちも黒要素あるってとこですかね。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。え？もう8黒通称。はい、行きますね。一番さんもっと叩いていいんだけどね。なんか。うん。何ですか？ 8 すっげえさ、黒要素あるからね。ありますね。叩きまくるわ。うん。頑張りましょう。本当にやべ。夜。昨夜は一名の方が亡くなりました。真摯すべきものではない。2番、4番のプレイヤーが発言します。6黒ってなりますわなって感じなんですけど。ええー。占い値。もう生き残りたくなかったら、それはキスさん死んじゃうのって感じなんですけど。投票位置てかもうこんだけ村人が悩まされてることは人狼が上手くて村人が下手くそってことなんですよ。だから自分も下手くそだと思ってるんですけど、もう真の人はもっと真目取れるような発言をしてほしい。なのでこの立場で言わせてもらうけど、なんか、申し訳ないけど。難しいなぁ。俺的にでも6、8の精査ってなったら俺8番のが黒いかなと思ってる。6番さんも若干確かに黒いけど、確かに3番さんの便乗しか考えないか。逆にでも6番さんは3番さんの発言が自分と一番マッチしてるから、自分が一番喋りやすくなったっていうありがとうやと思うねんけどな。6、8の精査だったら8が黒いかな。でも8の相方ってなったら9、1と違ってた。8、1じゃないかな。8、9の方がでもビンビンなんやなぁ。ビンビンすぎるからなぁ。難しいとこ。でも8番も1番に無理やりライン切りしてるのかなっていうふうに感じた。でも占いから行くんですか？俺も8番から行きたいんですけどって感じなんですけど、僕からしたらね。でも8番に確実にローおるんで、8番じゃなくて9、1にどっちかローおるんで、でも6、8にもどっちもローおるんか。2分の1でしょ？5番さんの意見聞いて決めたいかな。別に占い精査でもグレー精査でもどっちでもいいと思ってる俺は。難しいよね。ちょっとラインがね、濃すぎて濃すぎて逆に難しいってやつでね。5番さん、どっちにいるんですかって感じ。どっちでもいいと思うんですけどね。もう2V1 でしょ、2V1 って感じ。よろしくお願いします。5番。8ラインよりは、プレイヤーが、いや、6番さんに合わせた方がいいか。今日の2V1、正直自分、すごい分かりにくいなというふうに思ってるんですけど、でも、どっちかといえば9の方が、最初から言ってたんで、取るんですけど、みたいになっちゃうけど、正直9の方が取れるかなというふうに思ってて、で、9番さんの相方は、8も6もどっちもありえるかなというふうに思ってて、ちょっとこれは私だけの視点になっちゃうかもしれないんですけど、6番さんが8、1で最後つなげてたのを聞いて、6、9もありえるのかなというふうに思って、把握漏れとかもあるかもしれないんですけど、でも、8でも6でもどっちでもつながりそうなのは9の方かなというふうに思うんで、正直、9釣りの方がいいんじゃないかなというふうに思います。確かに、言ったように死んであるならば、発言とかしてほしいし、村側にとってはすごいそこ分かりにくいから、死んであるならばちゃんと真の発言があります。一応今日は9で、
固めておきます。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、ちょっと5番さんに言っとくけど96はないからね。はい、96つなだって1が8白8黒でしょ。うん、じゃあ96つなんねえじゃん。うんうん、まあ昨日の3番さん言われたんだけど、あもういいや、もう死んじゃったからもういいや、うん、言い返しましたね。で8番さん、昨日の8番さんはもうめちゃくちゃですよね、言ってること。うん、すげえめちゃくちゃ言ってますよ。白狼一ですよねって言ったんですよ。まだ俺白狼の説明さ言ってさ、あそれで理解してくれたんだなと思ったけど、まさかの白狼一ですよねって、えっと思った俺さすがに。うん、信じらんねえと思った。うん、じゃあ何、俺白いの？じゃあ何、俺がどこが白いの？だって白狼一って白い狼でしょ。じゃあ俺どこが白いんですか？はい、言ってみれば、はじまさんが俺を白狼見えんでしょ。はい、もうその時点で終わっていいよ。はい、俺あなたにさ俺黒なんでしょ。うん、白い理由あるんですか？じゃあ言ってみてください。言えないんだったら僕は白狼一っていうのは否定されますよ。じゃあなんで白狼一って言ったんですか？その理由も言ってください。はい、言えないんだったらあなたは完全にアウトですよ。はい、うん、はい、まあまあ 村目線ね、もう98人外なんで98どっちでもいいです。はい、まあ8黒なんでね。はい、まあ自分は8いけますよ。はい、まあ9からでもいいけどね。うん、はい、で98の言ってことやばいでしょ。だって、うん、9を2戦目で、あのね9をね、まだ2戦目で終えない理由は、急にヘイトが集まりすぎてなんかちょっと芯切れないの。はっと思った俺マジで。うん、何ヘイト集まりすぎってマジで。それだけで何。うん、その考察はめちゃくちゃですよ、言っとくけど。うん、実際4、5番さんって納得いってないじゃないですか。うん、なんか五分五分って言われたんだけど。うん、五分五分じゃねえよ。うん、うん、8対2ぐらいじゃね。うん、もう8言ってください。はい、9でもいいよ。はい、どっちもいい。以上。8番のプレイヤーが発言します。6番さん自身が白狼一って分かってないじゃないですか。6番さんって一番この村で白一だと俺は自分自身で思ってたから、6番さんに占い値を飛ばしてほしいっていう発言をしたんですけど、うん、で6黒でしょ。だから98で見てる思考ロックだった村負けるって言ってんじゃん、さっきから。もう諦めてるっすけど、4号がもう、あ、じゃあもう普通にいいっすよ、俺に投票したいじゃないですか、もう負けですよ。はい、ってところっすかね。わかりますか、村でこれしますか。はい、俺に投票したらどうですか、じゃあ。村で。まあいいっすよ。思考ロック入ってるんで。5番さんに関してはわけわかんないこと言ってるし。占い先でないでしょ。1、8、9、6は。うん、ダメだなって思ってます。うん。で、もし98だった場合って、俺、相方だって、9の相方だったら俺出るわ。占い師。言っとく。俺絶対出る。はい。っていうところっすね。そこまで98見ますか。はい、見たらいいんじゃないですか。いいっすよ。6番さんそんな勝ちたいなら勝ったらいいじゃないですか。俺に投票したらいいじゃないですか。なる。4号も俺に投票したらいいじゃないですか。はい。で1に関しては、じゃあなんで最初俺売らなかったんですか ?8、9で見たら。なんで今頃俺に黒出してんすか ?8、9で繋げたいからですか。はい。まあいいっすよ。4号じゃあ俺に投票したらいいじゃないですか。いいっすよ。いっすよ。もうなんか9が新目に見られてないってんで、もう負け。9番のプレイヤーが発言します。はい、ごめんなさい、マジでごめんなさい。いやマジ で4番さん5番さんに言いたい。6番さんの98釣りっていうのがまずそこからおかしいじゃないですか。なんで村人目線なのに98釣りっていう発言が出てくるんですか。普通は占い先の釣りか、冷静に考えたら占い先釣りか、それか占い師ローラからでしょ。その発言6番さんおかしくない？だからとりあえずこのターンを私占い師釣りでいいと思うんですけど、もし自分が普通にただの娘らって考えた時だよ、娘らって考えた時になっても占い師釣り、それか占い先釣りは否めないのに、なんで6番さんまず98釣りって言ってるの。それって村にある発言ですか。その発言は私絶対に黒いんですけど、おかしいです。で、6番さんって最初から、まあ、まず私の芯を切る、私に占われても信じないっていう発言も残してるし、あとすごい、なんか、なんだろうな、6番さんって1番さんに対してすごいアドバイスを残してるんですよ。1番さんはみんなに一応グレーの位置を上げてるけど、それの印象が薄いから、もうちょっと、なんだろうな、深いところまで突っ込んでいった方がいいみたいな。もうずっと一番さんへのすり寄りも見えてるし、もうなんといっても本当に98の発言がおかしいから、とりあえず
うん、そうだな。4号番さんに行きたいのは、まず今回は1級どっちかから釣ってほしい。しかも絶対に私釣りからだったら負けてしまうから、1番さんから釣ってほしい。その発言しか私はもう今、延長しても残すことができないんですけど、お願いします。1番さんからでお願いいたします。とりあえず。はい。信じてください。ごめん。1番のプレイヤーが発言します。はい。9番さん目線6のその殴りは不当ですね。6番さん目線はだって私シーン分かってんだから、9番さんが6に黒出してんだから、私のシーン分かってんだから9でも8でもどっちでもいいはずよ。今日は9番さんに入れてくださいね。村陣営の方は9番さんに入れてください。で、今ね、9番さん言いましたね。私にすり寄り。昨日も言ってましたね。2は1にすり寄り。すり寄るってのは真の占い師に対して言う言葉なんですね。真の占い師に占われたくないからっていうことで使う言葉なんですが、私の新占いを知ってるんですかね、9番さんはね。で、8番さん、もうなんかね、こう、そこまでして勝ちたいの、8番さんは。じゃあ、降りてったらいいんですけど、みたいな。4を占った理由は、あなたも4番さん疑ってたでしょ？あなたも4番さん疑ってた。で、4番さんはクロス占いの位置。4番さんを占わない理由がない。4番さんがめちゃくちゃ白かったらいいけど、4番さんの時点で7番さんの初週の発言で、何偽要素っていうのは拾うことはできなかった。だからそこは不自然だと思った。で、占い、霊能ローラーに持っていきたい狼かなと思ったらなったけど、白でした。それだけ。クロス占いだけ。クロス占い勉強したらどうですか？ 8 番さんは。で、昨日に関しては、6を狼だと思ってるって言ったんだよね。もうほぼほぼ確定なのに。で、それから4番さんに対して評価回収しに行った。これもおかしいよね。もう素直に見てください。これで8番さんに負けるのきついよ。9番さん言ってくださいね。9番さんの新要素何ですか？ 9 番さん言ってくださいね。お願いします。全プレイヤーの私が悪人ですって、もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。これもう勝つチャンスないよね。騎士も死んでるし。あ、ごめん。あ、とりあえずお疲れ様です。本当にごめんなさい、村人ディエンさん。私がちゃんと締め取れる発言できなかったのが申し訳ないです。失敗しました。5番さんはまあ確かに、あ、6、8でやってたらよかったかな。6、8精査だったらまだ6番さんの方がやっぱさ、ちょっと黒目の発言残してたし、そしたら6から釣ってくれたかな。みんなごめんね、私の流し方が無理ねえ、もうごめんよ、マジでごめん、本当にごめんな。占い師苦手なの。俺のどこが黒いの理由ないやん、お前ら。俺1入れてんだけど、そう、4番で5番さんがうちに入れてるっけ。ごめんな、本当にごめんなさいしか言いようがない。夜が更けました。人狼の方なってください。若者よ。あ、疲れ様でした。疲れた。ナイスです、ナイスです。なんか、なんでこんな八幡さんと苦戦するんだろう。俺、そんな黒要素ないだろ、普通に。うん、黒要素は別に上げてないですね。八幡さんは。え？夜。昨夜は、1名の方が亡くなりました。4番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。お疲れした。思考ロック解けないので無理です。まあ、いや俺8番さんのやつ1に書いたんですけどね。いやいやいや、いや、まあ、まあまあまあ、ちょっと落ち着こうや。とりあえず怒らんとこ。そうっすよ、怒らんとこ。怒ってないっすよ。怒んな。落ち着け、落ち着け。カルムダウン。いや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 、6番の最後の意見で、あ、1番さんだよな、6、1のライン見ましたもん。俺に投票したらよかったですか。過去の話はもうええ。うるせえ、誰だよ。もう怒んなって。
2番ってないって。脳みそお前就職すんねそんなことしたら。2番。イラ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 したか。やっぱさっきの7番さん教授やったんですね。ああ。そうだね。7教授だったのか。いや、98濃すぎたわ。まあまあ、そう。98濃いか。じゃあ俺、いや、囲いすぎて逆に見えへんなと思って16になったんですね、僕は最後の最後に。いや、じゃあ1に投票してよかったんじゃないですか。でもうちが下手くそなのが一番悪いよ、普通に。それ後付けじゃないですか、結局。じゃあ1に投票したらいいんじゃないですか。え、俺1投票したけど、なんであれ9になったん。もう、言い訳苦しいっす。言い訳。負けたことにイラついてないっす。ごめんな。そこまで見るんかなって思っただけっす。人のせいにすぎです。ごめんなさい、それは。はい。え、そうっすよね。俺1に押しましたもん。ガチで。って言っても何も信じてもらえそうやから続けます。人のせいにして、はい、お疲れっす。とんでもねえな。別にあなたの白い要素別にないし、しかも最後は感情に訴えかけて投票したらいいんじゃないですか。なんじゃそら。お疲れ様でした。